ノーベル平和賞を受賞することになった被団協は、日本で唯一の被爆者による全国組織で、岐阜市に住む事務局長の木戸季市さんが今日会見を開きました。まず驚きました。やっぱりノーベル平和賞というのは、まあ、いろんな賞があるけどもね、やっぱり格が違うなと。受賞の心境を語った木戸事務局長は、核兵器や戦争をなくすことが全ての人にとっての課題だと訴えました。被爆者は亡くなっていってる。で、やがてゼロになります。だけども核兵器による何ですか、被害の危険性というのはより大きくなって、全ての人の上に降りかかっていると。だから核兵器をなくし、戦争をなくして人類を守るためには全ての人の課題だと。